おめ、あ、そうそう、忘れてた。おめでとうございます。まごうことなき日本一というのが今、安芸高田市です。課長山本さん。21時、ライブ始まるまで市役所で待機してくれてたんですよ。大晦日に。グラスはお揃いでしょうか。それでは改めて、日本一、そしてなんと20万人達成しました。乾杯。おめ、あ、そうそう、忘れてた。おめでとうございます。びっくりした。めっちゃびっくりした。わあ、久しぶりにクラッカーを鳴らしました。このクラッカー秘書広報課長が用意してくれまして、はい、あのめでたく祝えたかなと思います。いやー、大変でしたね。で、そんな神戸市さんの数字をおそらく今朝だと思うんですが、はい、の時点ではもう抜きまして、で、念のためやっぱり、オフィシャルに発表するからにはということで確認しました。すべて結果、まごうことなき日本一というのが今安芸高田市です、自治体として。はい、いや大変だったなと。この1日2日のドタバタもさることながら、これまでですね、あのもっぱら出てるのは僕なんですけども、本当にその裏で多くの方に支えていただいてます。まあ、とにもかくにも一番は職員です。例えば年末のカウントダウンライブ、12月31日大晦日、夕方7時ぐらいにちょっと接続テストしておこうと思ってしたんですよ。ね。そしたら、見事に繋がらないと。この市のアカウントに入ろうとすると、二重認証、ダブルチェック、二段階認証か、が必要ですって出てきて、それって市役所の方で一遍取らないと入れないんですよね。で、慌てて秘書広報課長に連絡して、で対処してもらったっていう、実はすごいドタバタだったんですよ、あの日。しかもで本番までまだ2時間弱あるというので、一旦入れたんですけど、でもどうなるかわからない、心配だっていうので、その後ね、課長山本さん、21時ライブ始まるまで市役所で待機してくれてたんですよ、大晦日に。本当に申し訳なかったなと思ってね。年末市役所はもう28ぐらいから休みだったんですよ。うん、でもそんな中ね、最後の最後に仕事を生んでしまって本当に申し訳なかったなと。うん、ただね、そのおかげもあって無事カウントダウンライブ配信も終えられましたし、でその後年明けから、あのあれよあれよという間に1万2万3万と登録者数が積み上がって、今日ね、ついさっき20万人も突破したので、本当に秘書広報課長をはじめとする職員のみんなの力でここまで来れたなと思ってます。はい、ね、なんか今ねすごいコメントでもね、うちの職員をねぎらってくださってるのが本当に僕としても嬉しいです。ありがとうございました。ジャイアントキリング日本一、そして20万人達成記念の安芸高田オンライン、違う、ミートアップオンライン。22時回りましたか。はい、ね、急な呼びかけにもかかわらず今14万4千人の方がご視聴してくださってます。本当に本当にありがとうございます。ありがとうございました。
皆さんのこのね思いをこう集めて力に変えながら、ね、サイコフィールド入りながら、また明日から秋高田市盛り上げていきたいと思います。明日まだ仕事もあれば学校もあるかと思います。もう一日頑張って良い週末迎えましょう。はい、それでは22時回りましたので、このあたりでお開きとさせていただきます。本当にありがとうございました。それではおやすみなさい。